はい、いらっしゃい。はい、1戦目終点です。お願いします。あ、キャラは、神牛さん何使うんでしょうね。結構いろんなキャラ使うので、個人的には見る、結構楽しみですね。タイガーさんは、自分が知ってる中では、ディディとマリオなのかな？そこの情報は自分が全然把握してきれないんで、まあ、もともとディディ使いだったみたいなんですが、さあ、キャラは何でしょう。デレとマリオ。さあ、デレとマリオ。このカードどうなんでしょうね。さあ、始まりました。さあ、まずは、空中後ろでダメージを取っていく。さあ、空中後ろがうまい。しっかりダメージを取っていく。さあ、空中後ろで、お互い空中後ろの押し付け合いですか、今のは。今は。ジャックが、しかし、ジャックからジャック割り込むんですね。しかし、この下着からの空中後ろ。このダメージが火力が非常にうまい。さあ、空中ニュートラル。今のうまく当てますね。さあ、横ビークのゴールドは当たって、ヒット 41%、65%。よし、さあ、今日から、空中後ろ、しっかり、この着地からの上スマは少し当たらず。さあ、ここはしっかり拒否して、これは危ない。ダウンレーンにはならなかったんですよ、今の。さあ、回り込みが、しかし反撃が取れない。ゴールドにしっかりファイアボールを合わせて、相手にダメージを稼いでいく。さあ、この下強、暴れ下強。空港当たらず。さあ、この上田調教、しっかり上スマで勝っていく。さあ、これは、不運にもゴールドが当たっちまう。次、行き過ぎてゴールドに当たっちまう。さあ、一足取った、デレデレ。デレが非常に重いんでね、バーストなかなかしないですね。補正があってようやくバーストする形なんで、これじゃまだまだバーストしないですね。ガキ側の横スマックらってようやくバーストって形になるかな。さあ、ジャックが大きい。ジャックからの下強。さあ、下強でダメージを稼いでいく。ジャックで暴れて、これ上スマもしかしてまだ死なない。全然飛ばない。136%、67%、まだデレで大丈夫かな。上スマ食らってもまだ大丈夫。逆にマリオの左補正がありすぎると、まあ、バーストすりますけど、まだバーストしませんね、基本的に。さあ、この空中上に外出して指で吹っ切り返っていく。しかし、この上スマあっとし、これ死ぬんですね、今の。さすがにたまりすぎたか、今の。150近くたまったし。さあ、このさあ、これはしっかりダメージを稼いでいく。 28%。 このジャックで相手を飛ばして、さあ、下強でしっかり着地を勝っていく。空中後ろの後突きですね。あと掴んで後ろ上げから空中後ろ、しかししっかりガードして、空中ショー。からの、しかし、空上はガードして、反撃のつかみ。これは空上で、この空上が飛ぶ。バースト。まず一本目取ったのは、神牛デデデ。さあ、二本目、ステージが戦場。戦場に変わってキャラが変わるか。タイガーさん、ディディも使えるので、ね、まあ、デレにはディディ出すっていうのもありますが、さあ、しかし、カメムシさんもいろんなキャラ使えるので、やっぱりキャラの読み合いになってきますね。さあ、カードはどうなるんでしょうか。デレレとディディになりましたね。
アップデートがあって結構ディリーバーストしにくくなったので、まあ、デレレ側がどう変わるかですね。結構デレレリリーってかなりデレレきつかったカードって聞くんですけど、さあここはしっかり掴んで、しかしこれは空中上刺さるか、しかし着地にしっかり空中上刺していく。ジャックで相手を飛ばして 17%、40% 掴んで下投げからの空中上、空中しろ。この火力はやっぱり依然健在ですね。ディリーは序盤の火力が非常に強いです。しかしそこからのバーストが非常に難しいのが今回のディリー。掴んで後ろ投げ、ここは後ろ投げを選択、外出していく選択。さあこれはバナナ上に投げて、しかしここはしっかり空中前をしっかり掴んで後ろに投げていく。上強から、上強から空へ。さあ今のはここは後ろ投げで外出していく。さあこの空中前でゴールドを飛ばしていく。やはりこの空中前やっぱり判定は強いですね。さあこの空中前でここからの空上をつながっていく。しかしまだ知らない、しっかり復帰して掴んで回避をしっかり見て掴む。さあこのセットプレーが強いデレレ、このガキ際に追い込んだデレ非常に強いですね。まずゴルドで相手の動きを制限させて、はい、その後の行動を狩るという形が非常に強いですね。デレは、あとこれはあーっとこれは復帰が、しかしできる復帰距離は非常に長いデレで、上方向に復帰は非常に長いですね。さあこれは空中で暴れて、さあしかしゴールドが当たってしまう。さあここからのバーストが非常に難しいディリー、横スマをなんとかうまくかみ合わせたいところ。さあここはしっかりバナナのあってからの掴み。さあここはダッシュを、ダッシュの前にしっかり空砲を入れている。あとこれはメテオにならず、しかしこれはしっかりまだ復帰できるデデデ。あとこれはバナナからのウスマンはつながらず逆に掴みをもらって 89% この空砲当たらず。さあこれディリーがだいぶちょっときつくなってきたか、なんとかまずバーストしたいところ。これは危ない。さこの上強から、さあしっかり空砲からの空砲を押し付け、これはウエスマ入らずクリップで、さあ 160% に溜まって、ここから何でバーストしたい前投げでまだ死なない。デレが非常に重い。さあ依然デレのバーストが光る、我慢我慢する、このガード硬いですね。カメムシさんのデレ、これしっかりゴールドヒット。さあこれはあっとしっかり復帰できる。しかしこれは怖い、これはあっとクリップキックでおそらくゴールドを跳ね返してバースト。しかしかなりこれはクレまだ知らない。デリレはかなりや厳しい状況。こっから逆転できるか、前投げでまだ知らないが、このセットプレー、おっとこれはガキ上がり攻撃、空中前先ほどからフリップは当たらず復帰して、しかしタイガーさんの復帰の仕方非常にうまい。先ほど当たらずしっかりガードする、掴んでフィリップキックでフィリップでしっかり掴んでダメージを稼いで 65%。 さあ逆にタイガーさんのバースト撃が光る、これ上投げで空上でまだつながって、あしかしこのバナの後隙にゴールドが刺さってしまってバースト。勝ったのはカミムシデレ、4回戦進出です。